本日、次期海洋基本計画の策定に向けた検討を始めることとしました。海洋基本法制定から10年が経ちます。周辺海域での外国公船等の領海侵入など、我が国の海洋をめぐる情勢は一層厳しさを増しています。我が国が海洋国家として平和と安全、海洋権益を守り、開かれた安定した海洋を維持発展させていくためには、時代や環境の変化に目を凝らしながら固い決意を持って長期的体系的な対策を講じていかなければなりません。次期海洋基本計画では、海洋の安全保障を幅広く取り上げ、領海警備、治安の確保、災害対策等の課題への取り組みを強化していきます。海上保安体制の強化はもとより、さまざまな脅威リスクの早期察知に資する海洋状況把握 MDA 体制の確立や、国境離島の保全管理に万全を期してまいります。エネルギー資源の安定供給を確保するため、メタンハイドレードなどの海洋資源開発の商業化に向けた取り組みとともに、海洋環境の保全や人材育成等に取り組みます。各閣僚はこうした課題について連携して具体的な検討を進めてください。本日は有人国境離島法に基づく基本方針を了承しました。各閣僚はこの方針に基づき、当該離島地域で転入が転出を上回るよう連携して効果的な施策を講じてください。